皆さんこんにちはレックスニー講の根本ですここではレックの直前期の模試、等連それがどういった構成をしているのかそしてどういった難易度なのかというのを説明していこうと思います一般的には直前期の等連、模試はこちらに載っている生鮮等連ファイナル編全国公開模試そして最後に全国スーパー公開模試というものからできています この冒頭の生鮮討練ファイナル編こちらは午前科目討練が1回目と3回目午前科目討練が2回目と4回目に行われますある意味、もしを受けるまあ前提のウォーミングアップ準備体操みたいなものですこちらで午前科目を2時間で解くそして午前科目を3時間で解くという訓練を行って 一回ゴールデンウィークに申し受けます。で、ここで申し受けることによって。自分のダメなところ、いいところ、反省点。いろいろ浮かび上がってきます。それを今度調整しながら。生鮮答練、ファイナル編。五回から八回受けます。五回と七回は午前科目。六回と八回は五科目答練になります。 で、その反省がちゃんとできたか、伸ばせるとか、伸ばせたか。それを、こちらの全国公開模試、第二回目で確認をしていきます。そして最後に、全国スーパー公開模擬試験、というのが二回行われます。これで、微調整、もしくは実力アップを、確認していきます。これが、レックの直前期答連こちらの構成になっていきます。 次に難易度はどれぐらいなのかと,と言いますとまず問題の難易度自体でいうとこれ本試験レベルにしています。で本試験レベルといっても例えば実力要請編を受けられている方は実力要請編と問題難易度は変わりません。ただ変わらないんですがこちらの生前トーファイナル編は範囲指定がありません。今まであれば、 ここからここが出るよっていうふうに言われてるからそこを勉強するでそこを勉強して受けに来るから解きやすい取れやすすすいい取れんですよ一方こちらの方は全全科目全分野から出てきますですからものよっては「うわこの週これ勉強しないやこれ来ちゃったか」という形で難しく感じることこれが絶対に起きます。 なので、はじめ正等、生鮮答連ファイナル編、一から四は、難しいなっていうふうに感じると思います。ただ、直前期学習等が順調にこなしていけば、だんだんそれも、慣れていきます。なんで、初めはちょっときついっていうのは、覚悟しておいてください。その上で、答連卓一、均一、どういった傾向の問題になっているのか。それも紹介していきます。 まずは卓一です。卓一ですが、とにかく過去問。こちらを重視した経営、えー、と取材しています。本試験、特に五科目なんかは。こちら。過去問知識で多くの問題が解けます。年によっては過去問知識で、十七問から二十問。二択にまで追い込まれる、二択まで持ち込める。で問題まで含めると24、二十四問。ここまで過去問知識は重要になっています。 そのため、当連、もしでも、過去問を多く採用しています。もちろん、そのままっていうのもありますし、過去問と表現を変えているというものも多く入れています。また、二段目、過去問知識が軸になるような構成を多く入れています。一足は何とか過去問でいける、あともう一足が勝負になると、そういったものも多く入れています。 なので今回初めて「聖戦討論ファイナル編公開模試等を受けられる方」まずはしっかりやるべきものは過去問になります。次に式です上の方まずは不動産投機,不動産投機の問題というのは月2の傾向では「こんな論点誰が知ってるんだよ」というものはほとんど出ず答えを見ると「うんこれはわかる」。 で問題見るとうわめんどくさいこれからここ持ってくるのかと問題文などがちょっと読みづらいでもやるべき統計はそんな難しくないこちらの模試等連でもそういった傾向を多く入れていますまた2段目を見てくださいいわゆる枠外しをしてもそこまで大ダメージにならないようにしています何かというと昔の傾向は 1>, 1件目から8件目まであって1件目で枠外すと全部後ろがずれてさようならとでも最近の本試験の問題って違います最近の本試験の問題っていうのは第1弾第2弾第3弾と,となっているここで1個枠外しをしてもこっちとこっちに影響をしないそういった証文形式のものを多く入れてますで大抵 一問目が基本、二問目がまちょっと応用、三問目が無理という傾向や、こ,のこちらを逆転させるとか、そういったことをアレンジしていきます。今回の当連もしても、そういったことを意識した次第が多くされています。次、商業登記。商業登記ですが、こちら、合格者であればまず解けるだろうと。 といっった論点を意識して作って作ます。また2段目「択筆ではわかるけどこれ書かせるの?」というものや「え予約券の発行全部書いたことない?あ」「あでもどんどん書かないとどんどん減点されちゃう」というようなこちら知識の正確性を確認させるというような問題。また3段目「厳しい環境下でやっておく」「すると本番が楽になる」 まあ一般的にこれはコーチトレーニングと言ったりしますそういったものもあえて入れていますだからレックの当練を受けたときにうわ難しいこんなん出るのかよって思いながらも本番行くとうわいつもより少し楽だよかったとこのように思わせるような仕掛けを作っています以上がレックの直前期の模試当練の構成や難易度仕掛けになっておりますぜひ こちらの方チャレンジしてくださいこちらの動画の方は以上です最後までご視聴ありがとうございました